皆さんこんにちは。公認会計士の小林雄二です。本日は監査法人を独立してからのいろいろな苦労についてちょっと教えてほしいというリクエストがありましたので、それについて話をしてみたいと思います。監査法人を独立してから、その後の経営について知りたいというところについて視聴者の方からリクエストがありましたので、それについて少しね、私の話をしてみたいと思っています。監査法人をね、退職した後はですね、私の父が税理士法人を経営しておりましたので、そこで就職することになりました。ただ就職といってもですね、最初はパート社員、パートとして働いていました。多くの会計士の人がね、独立ってなった時に、いろいろコンサルティング会社に行く人もいますし、また別の監査法人に行く、また新たに自分で監査法人を立ち上げるという方もいらっしゃいますが、税理士として税務業務をやっていくとなった場合に、やはりどうしてもこの監査会計士、やっぱり会計士が監査法人で税務に携わるってことは、なかなか現実問題難しいところがあるんですね。なので、通常は、例えば中堅どこの税理士法人に転職して、そこで一定期間税務を経験して独立するという方が多いんですけれども、私の場合はですね、もういきなり父のね、税理士法人のところに入りました。入ったといってもですね、最初の頃はわからないことがね、非常に多かったです。もちろんね、会計士の修了講座とかで、税務実務を勉強したりとか、あとは自分自身でも税務実務講座とかね、あと大学のその実務家向けの授業とか、そういったところに出て、それなりの準備はしていたんですけれども、やっぱりこの座学と実務っていうのは、やっぱりこうね、雲泥の差があるなっていうのもね、改めて感じました。やっぱりこう概念的には知ってるけども、じゃあ実際に自分でそれをやりなさいって時に、どこまでそれをね、結びつけることができるかっていうところはですね、非常にね、やっぱりこう、壁がありましたし、苦労しました。もちろんね、私より優秀な人だったらね、そんなところがもう普通にできるよってことがあるかもしれませんけれども、私の場合はそこの座学と実務のところの結びつきってところがですね、非常にこのレベルが、壁が大きかったです。またですね、会計の、いわゆる基調から始めるところもありますので、会計ソフトへの入力とか、入力自体はね、それはパソコンでできるんですけれども、その会計ソフトの仕組みですとか、今度はその会計ソフトができた後の税務申告の税務ソフト、ここの使い方とかね、そういったところっていうのは、監査法人ではね、絶対にできないところですね。ここはやはりこう、実務をやっていく中では、一つの乗り越えなければいけない壁だというふうに思います。そういったこともあったので、最初のうちはですね、やっぱりこう、就業時間が終わった後もですね、もちろん残業をつけなくて自分で残って勉強したりとか、その過去のね、その資料を見ながら、実務を少しそこで補っていたというところが実態であります。もちろんね、その大きい税理士法人にしっかりしたところ行けばですね、社内制度とかね、社内研修とか新人研修とかしっかりしてるんでしょうけれども、当時はね、今から10年ちょっと前ですかね、当時はまだまだそんなに小さい事務所なので、もう全部 OJT で自分で勉強しろっていうようなスタンスだったので、やっぱりここその実務と座学の差っていうのはね、かなりやっぱりギャップがありました。パートとして働き始めて、当然最初のうちはやっぱりその申告業務とかね、しっかり自分で覚えなければいけないところはやらなければいけなかったんですけれども、一方でですね、将来的にはその事務所を自分で継いでいくというふうに決めたところもあったので、実務とはまた別のその経営というところですよね。そこのところも考えていかなきゃいけないというところはやっぱりすごい大変でした。大変だったというところはですね、例えばですね、私はその、地元が町田なんですけれども、東京の町田というところなんですけれども、それまでのその過ごした学校生活っていうのは違う、私立の学校で過ごしていたので、いわゆるその地元の知り合いっていうものが非常に少なかったんですね。いないわけじゃないんですけれども、やっぱりこう地元の小中通ってる人から比べるとね、やっぱりその時のその同級生が今もね、地元で仕事してるよとかっていう関係を見るとね、やっぱりその中にこう地元で税理士法人としてやっていく中で溶け込んでいかなきゃいけないんですよね。そうしないと新しいお客さんを獲得することがね、なかなか難しいですよね。もちろん2代目なので父がね、作ってきた顧客っていうものは当然あるんですけれども、それがね、そのままずっといるってわけではないのでね、改めて
新たにですね、その2代目として自分の顧客をまた広げていかなければいけないっていうふうに自分自身も思っていたので、まあ、そこをどうしようかなっていうところを考えたときに、いろいろね、商工会議所とかね、法人会とかってありましたけれども、私の場合は同世代の人たちでは、まあ、2代目、3代目とかね、あとはまあ自分で会社を立ち上げた人たちが、同世代の人たちが集まっている経済団体というところでですね、まあ、青年会議所というところが、これは各地にあるんですけれども、私はその町田の青年会議所に、まあ、入会して、同世代のね、仲間たちを作っていこうというふうにして、まあ、その地域活動にも、まあ、参加することになりました。この地域活動はね、この青年会議所っていうところはよくインターネットでね、飲んでばっかりいるとかいろいろ批判もあるんですけども、今日はそういった話ではなくてですね、この外で活動していくっていうところはね、これは事務所の従業員の人たち絶対にやらないですよね。やる気も起きないし、やる必要もないと思います。もちろんね、その会社として従業員の人を商工会議所とかね、そういったところの会員として会務の運営に携わってもらうってことは、それはそれで素晴らしいことなんですけれども、一般的にはですね、自分の時間を使って、そんな、それで報酬が出るわけじゃないですからね、自分の時間を犠牲にして、そういった地域活動とかね、する意味がわからないし、する必要もないっていうような感じでね、やらないんですけれども、ここは、自分の時間をね、切り取ってって言い方変ですけれども、無報酬ですけれども、費やしました。もちろんね、これでやっぱり犠牲にしたことが多かったですね。例えば、地域活動をやっていく中では、やっぱり仕事が終わってから原則としてはやりますので、その後の家族の時間ってことを考えると、やはりそこをね、犠牲にせざるを得ないってところはありますので、まあ、そこはね、良し悪しはあると思います。ただ、幸い私はそこの団体のところで理事長職っていうか、まあ、トップの役職もね、やらせてもらったりして、おかげさまで、その、いわゆる同世代の中のつながりっていうものは、入っていなかった時より比べたら、はるかにできました。そうするとですね、それですぐに仕事が来るわけじゃないんですね。すぐに仕事が来るわけじゃないんですけれども、限られた狭い地域の中で仕事をしていくっていう意味では、そのやっぱりね、すぐあそこの誰々っていうことでね、名前と顔が一致するっていうものは、仕事をしていく上では非常にこうありがたかったなっていうようなつながりですね。まあ、そういったところはあります。かといってこれがすなわちイコール法人のね、収入アップにつながったかというと、決してそうではありません。これはいわゆる目に見えない投資といいますか、またこれはちょっと、おそらく自分がサラリーマン、いわゆる勤務会計士の時だったらちょっと考えられないような感じでありましたが、ここがやっぱりもう一つね、苦労したところであります。そしてもう一つね、大変だったということはね、その税理士法人、自分のね、税理士法人に入って、パートからまあ普通の社員、普通の従業員になって、まあその後に、いわゆる出資者、社員ということに入るんですけれども、ちょうどですね、2019年にその代表に就任しました。で、これはやはり全員がそうってわけではないと思うんですけれども、やっぱりこう、代が変わった時に契約が変わるってことはね、やっぱりあるんですよね。これは他のところを見ていてもそうだったし、まあそういったことがあるっていうところは聞いていましたので、覚悟はしておりましたけれども、私のところでも実際に代表がね、変わった時に契約を変わるっていうことはね、やっぱりありました。そういったところでその新しくまた顧問契約、いわゆる顧問先を私の自分のためじゃなくてね、その自分をのところで働いてくれている職員、従業員の人のために、やはり収入をね、確保していかなければいけないっていう使命はありますので、またそこで新たに顧客を獲得していくっていうところが非常に苦労するところですね。あとこう、勤務してるときはですね、自分の報酬っていうものは、いろいろ仕事をね、すれば上がると。まあもう、なかなかね、下がるってことは今の時代ないと思うんですよね。よっぽどね、そのリストラとかね、まあ、リストラっていうのは業績が悪くなって、固定費を下げなければいけないって時に退職を迫られるとかね、そういったイレギュラーなことあると思いますけれども、通常はね、その就業規則、賃金規定に沿って少しずつね、上がっていくっていうところがまだまだ多いと思うんですけれども、自分がね、代表、その出資者になった場合はですね、自分の給料を自分で決めるんですよね。なんか例えば、単な話、自分がどれだけ一生懸命案件をこなしてお客様に満足してもらっても、法人全体の売上が上がっていなければ給与報酬ですよね、自分でもらうことはどうですか、できますかね。もちろんタイプがあってね、まず自分がしっかりそこで報酬を獲得して残りを職員従業員の人に分け与えるっていうところも一つの考え方だと思いますけれども、そういった状況の中で自分のところの報酬を減らしてでもやはり従業員の報酬を確保しておかなければいけないっていうような悩み、そういったところはありますね。だから自分で自分の報酬をもちろん途中でね変えるってことは税法上はね不利になるのでやりませんけれども、自分の報酬を自分で決めるってところはね、この新しい
概念というか新しい視点でした。監査法人にいるときには繰り返しになりますけれども、一生懸命仕事する、与えられた仕事を一生懸命仕事すれば報酬は上がっていく、そして上から言われたことを嫌な顔をせずやっていけば少しね階級が上がっていく、そしたら報酬も上がっていく、給与も上がっていくという世界で働いてたんですけれども、これからはねそれは自分で決めるんですよね。これもね新しい概念といいますか、なかなか考えさせられるところではありました。そういったことでですね、いろいろ大変なことはありました。税務実務の話もそうですし、経営のこともそうですよね。そしてやっぱり経営ということで言うと、人をね、人と人との集まりなので、やっぱりこう人間関係というところもね、苦労するところでは正直あります。私のところの場合はですね、私以外に15人の人がいますので、その方々がね、いかにその自分の、変な話、路頭に迷わせないようにしていかなければいけないっていうような責任がね、自分には課せられてると思っているので、そこのところのプレッシャーっていうものは、やっぱりね消えるものではないですね。これはだから税務実務がうんぬんというよりも、むしろですね経営をどうしていこうかっていうところの方が常にやっぱり頭の中にあります。あとまたこう税務実務の話に少し戻りますけれども、税務実務は会計士の監査だけやってる人が考えるよりも当然ですけれども非常に奥が深い、奥が深いというか、知れば知るほど細かい論点が出てくるっていうところですよね。税法はねやっぱりこう法律の他に通達、今通達がね、実務上の縛りがねありますので、通達も気にしなければいけないので、そういったところを考えていくと、この税務っていうのはね本当に難しいなというふうに改めて感じています。しかもですね法人税だけじゃなくて消費税、あとは個人の場合は所得税、あとは相続税がありますよね。だいたい会計士の人の場合は法人税と消費税はねそれなりに勉強すると思いますけれども、所得税とか相続税っていうものはなかなかこう修了交差でね触れはしますけれども、実務に耐えられるぐらいのレベルでの学習っていうものはなかなかね意識しないとできないものだと思います。だからそういった意味で監査の時には監査の品質管理という問題がありましたけれども、税理士の場合は今度は税務の品質管理、ここはやっぱり苦心するところではありますよね。もちろん大手のようにね好きなだけお金をかけて品質管理を保てるっていうところであればいいですけれども、やはりこう中小私自身の事務所も含めてかけられる限度がありますので、その中でいかにね品質を確保していくのかっていうところは課題でありますし、大変は大変なんですけれども、ある意味その監査でやってる時よりもこのやりがいというか面白みはありますよね。とやはりこう税務実務というと監査でやってる時よりも泥臭い関係性、泥臭い仕事が多いなっていうことがよくありますね。相続の話もしかりですけれども、所得税っていうのは個人のねお金にも関係するところになりますので、やっぱりこう監査でやってるよりもセンシティブといいますか気を使わなければいけないところはやっぱりたくさんあります。じゃあ監査の時の会計士のところのものが全く役立たなかったのかというと、そうではありません。人によりますけれども、会計士の場合はですねやっぱりこう会計基準というものをね非常に大事にしますよね。私の場合はですね、その一般事業会社だけじゃなくて社会福祉法人とか公益社団法人とか非営利部門、特殊な会計分野もね扱っているんですけれども、そこでね非常にねその会計士の時の、経験知識がね役立った記憶があります。特にですね監査法人の時には、公益法人で言えばちょうどですね平成16年基準から新しい公益法人制度ができて平成20年基準に移行するようなちょうど過渡期でありましたので、かといってね今平成16年の公益法人会計基準が全く使われてないかというそういうわけじゃなくて、古いね団体の場合はねその公益法人会計の16年基準、平成16年基準を今も適用しているというところもありますし、その平成16年基準よりもっと前の基準もあったりするんですけれども、そういったところはですねやっぱりこう会計士だからっていう自負もありますけれども、やっぱりこう会計基準っていうところをねしっかり読み込んでいく自信もありますし、そういった経験もしてますので、ここはねやっぱりこう知らない携わらない税理士の先生方よりは強みがあると思っています。実際ねそれでね前任の、税理士の方が誤った会計処理をしていて、所轄庁からねいろいろその指摘をされていたところについて、私たちの方で、私が中心になってアドバイスをして、所轄庁とね交渉したりしながら会計基準をね新しいものに直していったっていう経験もありますので、そういったところではね会計士監査の経験知識というものがね役立ったなというふうに思っていますと、大変なことと言いますと、やっぱりこう今の時代はですねどこの税理士業界だけじゃなくてどこの業種もそうですけれども、時代の変化、業界のね周りの変化というものはね激しい、本当にね短いサイクルで変わっていく、特にお客さんのところ接していたりしますと、そういったところがね肌身で感じるわけですよね。
だからもう10年前、20年前とはもう全然環境が違う。そういったところでね、税理士としてどういったサービスを提供していくのか。まだまだね、やっぱり税理士っていうと、税務申告とかね、税務代理、あと記帳代行やってるとこもありますけれども、どうしてもね、税理士としてはそこしかできないっていうような縛りがあるんですよね、税理士法に限ると。だからその税理士法でできないところを公認会計士とか、まあ自分のね、コンサルティング会社を使ってサービスを提供していく。まあそういったところを今取り組んではいますけれども、そういったね、常に変化を感じて、自分で変えていかないと、やっぱりこれからの時代はね、残っていくのが厳しいなっていうところは、日々ね、感じております。まあそういったところが今、独立してからね、大変だったところかなってところであります。全部がね、解決したわけじゃなくて、今も取り組んでるところもありますので、そういったところでですね、まあ当時のその苦労したことっていうことが、まあ全部ね、今解決して、もう全部がもう笑い色にいってるってわけではなくてですね、正直言うとやっぱりまだまだできてないところもあったりして、いろいろ考えてるところもありますけれども、監査法人を独立して、まあ今の税務のね、世界に入っていく中での苦労っていうところは、まあ大きく分けると今言ったようなところだなというふうに思います。まあ座学と実務の壁が大きい。そして私の場合は経営者としての責務もありますので、その税務実務とはまた別の法人の運営というところの経営ですよね。まあそこのところでもやっぱりこう、大変さがありますし、まあかといっても、大変なだけじゃなくて、やっぱりやりがい、充実というところもあります。まあそういったことでですね、まあ、独立、もし会計士、監査法人から独立して、まあ自分でね、その税務業務を中心にして独立をするって考えている方の場合はですね、少し参考になるかなというふうに思っております。まあ、ただ、まあ会計士の受かるね、実力があるんであれば、その税法についてもですね、自分で調べたり、書籍をね、読み込んでいくことで、ある一定のレベルまで達成することが苦労なくできると思いますので、あとはいかにこう実務経験を積むかですよね。まあ、そういったところが壁といいますか、乗り越えなければいけないところだなというふうに思っております。それではですね、本日の動画は以上となります。この動画ではですね、公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に向けて役立つ情報や、公認会計士として日々業務を行っていく中で感じたことを思ったことを発信するチャンネルになっております。もう少しでですね、チャンネル登録者数が450人に達しようとしております。皆様おかげです。ありがとうございます。ちょうど1年前、令和3年の8月に YouTube を始めたんですけれども、ちょっとね、まあ、ペースは遅いと言われるかもしれませんけれども、登録者数がね、まあ、徐々に増えていっていることは非常に嬉しく思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。